にちは、みおとです。本日もポケモンスカーレットやっていきたいと思います。今日久々の撮影になりますのでね、前回どこまで行ったのか覚えていないんですけど、確かジムをクリアしたような気がしております。残るジムバッジがあと1個というところまでね、来ているというところで、今日も頑張ってやっていきたいと思うんですが、今日は何をいたしましょうかと。もうここまで来たら何やってもいいと思うんだよね。キラキラ光っとんな。これ特別なレイドバトルが始まっている予感がしますけれども、そっちも行きたいね。今日ね、スター団1個やろうかなって思ってるんですよね。まあ近い場所って言ったらここになるんだけど、まあこっちでもいいかなって思ってるんですよね。格闘の方先にこっち行った方がいい気がすんな。ってことで今日はね、スターダストストリートやっていこうかなと。時間が残ればね、スターダスト2つやっちゃいたい気もするんだけど、先にじゃあこっち格闘の方ね、向かいたいと思います。近くがどこになるんだ。近くがないなあ。なるほど。じゃあ発光シティから、いや発光シティ結構遠いなこれ。発光シティからビヨーン行くか。よし、じゃあ行きましょう。でね、今日撮影の時間が割と早いんですよ。いつも深夜にやってるんですけれども、今日はね、日付が変わる前にやっているというところで、交換がワンチャンあるんですよ。ワンチャンで、しかも休日ということでね、キッズが夜遅くまでポケモンをやってる可能性もなきにしもあらずなので、マジカル交換しようつってポケモンね、流してくるかもわからないです。それがその辺で捕まえた強いポケモンね、進化したばっかりの前回の雪目の子みたいなね感じになるのか、もうその辺の豚を送ってくるのかわかりませんけれども、これ深夜の方がさ、ガチ勢が遅くまでやっていてさ、深余りを流してくるみたいなことあんのかなってなったら、ニャオハを避けるために早い時間からやった方がいいかもしれないんですけど、本当にやってみないと分かんないです。この時間帯にポケモンやるの何気初めてなんで、まあそのためにもまずはね、さっさとクリアしないといけないわけですよ。ここどうやって行くの。ちょっと場所悪かったな。違うところから行くか。横こうビーって行ったらいけるかな。どこが、あ、ここに橋があるのか。あ、わかったわ。なんかね、あったんだよね。どこだかのスター団の基地のところに、こんなとこに抜け道あるんだと思ったんだけど、そっから行くんだわ。そう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 、ここここ。毒のね、アジトからね、確か行けるんですよね、こっから。じゃあ、行きましょう。ここのフレームレートが低い。おっと、こんなところに学生がいる？何をしているんだい？カラフルな木のその理由、あなた、分かって？あなたに分かって？多分、ドーブルあたりが落書きしたんでしょ。さあ橋を渡り、また配送員がいる。アマゾンかこの野郎。スター団毒組さんのアジトの住所知りませんか。すぐそこじゃい。ここ来たことあるな。ここの入り組んだ迷路っぽいところ来たことあるな、撮影外で。どうなってんだこれ。おい、道迷ってんぞ。これどうするんだ、どうやって行くんだこれ。ルート合ってるマジで。あ、でも合ってるっぽいな。いや合ってねえな、逆に行ってる。こっち方向、待って、俺最近地図に弱いわ。ん、川の向こう側通ってなくねえか。いや、そもそも論違う。え、待って、どういうこと。え、いや、ん、わけがわからないんですけど。え、ここどうやって行くの。こっち、こっちってこうか。ここに道あるもんな。こう行ってこう行くのか。え、合ってるこれ本当に。雪山から無理やり行くか。雪山から無理やり行くか。オッケー、山頂から飛んでやろうぜ。多分この山がこの地方最大の山だと思うんで、こっから飛んでいけばどこにだって行けるんですよ多分。これがオープンワールドの醍醐味ってやつよ。さあ来ました、北一番エリアですね。多分ここのポケセン俺行っていない気がするんですよね。一回降りますか。よいしょ。ほら、ポケモンリーグ話しかけてねえもん。どうもポケモンリーグです。ポケモン勝負していますか。ゼロ人。うん、ですよね。そうだ、ここ来てないわ。イエスさん。まあトレーナーもね、いたら戦っていく感じで、アジトね、向かっていきたいと思います。てか、トレーナーと一回戦って、どれくらいの強さかを確かめたいですね。
崖をクライミングして息切れポケモンは元気よ。さあワルビアル、うん、最終進化だから強そうな気はしますけれども、あ結構レベル高い、意外といいんじゃないかな順番的には。そしたらそこそこのいいバトルを期待できるかもしれないですね。あー耐えられる、自信多分耐えてくれるはず。2期目の子はまだ育て始めなんで仕方がないですね。他のポケモンだったらこのレベルであっても相手の、あ間違った間違った、あのこのレベルであっても相手は多分勝てると思うんですよね。さあこれでお疲れちゃんです。雪景色はそうか攻撃技じゃなかったわ。おっとドラゴン使い、ドラゴンの尻尾を司る三女、ビターンと吹き飛んでおしまい。三女ってことはまだお姉ちゃん二人いるってことか。うん結構相手が強くなってますね。てかこの塔はたくさんあるんだけど、コレクレのコインゲットしまくりなんじゃね。鳴き声が聞こえる、ここにいるんか。さあコレクレのコインゲット、アイテムもめっちゃ落ちてる。てかそこにトレーナーいるね、これお姉さんかなもしかして。あお姉さんだわ。ドラゴンの息吹を司る次女、ああ長女がおらんわ、長女逃げた。待って俺後ろにいるよ、どういうこと。ああいやいや、あわけわかんないわ。うわいたわ長女、いたわ。これ雪目の子にかけるしかないな、雪目の子でちょっと戦ってもろっていけるかな。ドラゴンの翼を司る長女、羽ばたきで吹き飛んでおしまい。よしすまんが一旦回復させてもらうわ。ん？なんだここ？なんか荒れた土地にやってきたんだけど、こんなところあったんだ。え、すげえ、なんか湿地っていうのかな？なんかあったよねレジェンズにこういう舞台。あ、そんな中にポケモンセンターが存在している。割ともう近いよなアジト。ポケモンセンターの近くにアジトありって言いますからね。ほらそこにあるトレーナーかと思ったら切り刻んだった。え、なんかいろんなポケモンいるんだけど、ストライクにタイレーツにヒメグマリングマ、あとはなんだっけあいつ、投げつけ猿だったっけ、ヤレユータンか。すごいなここ、きっとレベル高えんだろうな相当。あトレーナーも普通にいるじゃん。うーん、なに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 、電話かな。あ電話じゃねえわ、ネルケだネルケ。待ってたわ、カッコつけんな。ミオト、スターダスト大作戦進んでるな、残るボスは2人か。この作戦のおかげでいろんなことが見えてきて助かっているぜ。ところでミオトはカシオペアをどう思っている。不思議。なるほどな、俺はなカシオペアがスターダンを恨んだり憎んでいるとは思えない。あいつがダンを解散させたい本当の理由は一体。そろそろ見張りに戻るぜ、アジトに挑むなら呼んでくれよ。もうすぐ行くよ、まあ、すぐ行きたいんだけど、トレーナーもさっきいたんだよな。あトレーナーじゃねえわ、さっきの校長だったんだ。いやでもトレーナーいるなそこに、もうわけわかんねえわ。とりあえずこの人と戦ってみたいな。プロレス？プロレスすんの？プロレスっていうのを若い子の間で流行ってるんですって。知らんわ。うん、レベルも50代前半と言ったところですね。これを見る感じだとまあ相手も50代と言いますかね。プロロロムがちょっと怖いかなっていうところで、多分ねシースターモビルだけなんか鋼タイプとかがなくなると思うんだよ。あの従来のブロロロームのタイプがねなくなる気がするんですよ。格闘単体に今回はなるような、気がしていますね。 OK それじゃあ行くとしやすか。あら早速ボスのお出ましかい。なかなか筋がいい、私のポケモンの攻撃を退けるなんてね。そちらもな、名前はビワって言ったか、研ぎ澄まされた技だ。しかしボス自ら門の見張りとはな、仲間の下っ端たちを信じていないということか。黙りなさい、
私は私以外誰も私以外私じゃないの声かけるか。お前ゲスの極みだな。誰ミオと来てくれたのか。団員らしき生徒がいたんでちょっと話しかけたんだが、いきなり襲われて一勝負していたところだ。ビワちゃんやっぱりここにいた。誰田中田中え田中田中って普通の名前すぎん。青木くらい普通の名前だよ。格闘組チームカーフをスター団を守らないと。カーフっていうのか。チームカーフ。分かった田中ちゃんごめんなさい。え田中だよね。俺見間違えてないよね。ジャンガジャンガじゃん。ジャンガジャンガ相方どこ行った。田中がいるなら山根もいるだろきっと。ここからは私が相手。2人まとめてかかってきなさい。ダブルバトルですか。さっきの勝負で俺もポケモンもフラフラ使えねえ。クソジジイだなこの野郎。すまない、ここは見守らせてもらう。やったるか。そしたらミワちゃんなんか回想シーンだと割と美形だったんだけど仮面しちゃってるからきっと顔にコンプレックスを持っていたのかもしんないな。それでいじめられてこう仮面をかぶっちゃったみたいな、そういう過去がありそうな、まあ、勝手な憶測ですけれども。あ間違って、あ間違ってねえわ。相手格闘タイプだからいいのか。カラミンゴでグレックルレベル54進化させたれや。かわいそうだろ。おい外すの使えねえ。マジでうちのカラミンゴ使えねえ。悪巧み、はいはい、悪巧みしている顔をしている。再びエアスラッシュ。オーケー当てていく。ナイスワンパンありがとうございます。まあ使えないとは言ったけれどもうちのチームの中で一番の、あの強さの持ち主ですからね。怒り猿来た。今作って怒り猿進化するんでしょう。俺さ YouTube 見ててさサムネイルでその怒り猿の進化系見ちゃってさめっちゃ泣いた。めっちゃ外す、めっちゃ泣いちゃってさ。でも最初さなんか姿違いかと思ったの。ケンタロスがさなんか今作3種類くらいあるじゃないですか。そんな感じで怒り猿も普通の姿となんか真っ黒の姿があるのかなって思ったんだけどどうやら進化するみたいですね。激凛激凛マジかお前。さあ桁切りして終わりかな。2匹かな。オッケー。大文字、大文字はいらないな。命中低いもん。私は負けていいの。そうか、ビワちゃんのためだったらたとえ火の中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 ってか。お疲れ様でした。ダッサいの相変わらず。最後の中腰がダッサいわ。お、カシオペア見張りに対処できたか。そのアジトを拠点としているのはスター団格闘組チームカーフ。ボスであるビアは、格闘技の選手、あ格闘技ね、格闘技の選手だからプロレス云々言ってたんだ。さっきのあの豊島の学生さん、侵入者を潰すため、先陣で勝負を仕掛けてくる可能性がある。うん、やはりどうなったんだあのビワ姉が、逃げた。ビワ姉お前なんかスター団のマジであのラスボスなんじゃないの。ゴングを鳴らして大作戦開始と。まあいつものように戦闘3匹がうんぬんって感じでしょうか。おい校長回復してくれ。これ無理だよ戦えねえよ。とりあえずこの3匹でいきたいと思います。まああのなんだっけあいつなんとかボーンなんだっけ、名前忘れちゃったわ。あのワニ、ワニに関してはゴーストタイプだから格闘技入んないでしょっていうところで選出しております。10分で3匹 ?30 匹か。余裕でしょう。あ、校長そこにいるわ。行くぞ。おら、いけー。回復してちょー。あ、回復してあるわ。めんどくせえな、もう。時間ロス、時間ロス。おら、行くぜ。そっか。相手もカラミンゴ使ってくるか。いっけ。多分これで終わるはず。いったれ。OK。よし30匹お疲れ様でした。ボス私たちもうダメかも。ビワネ再び登場か。あオレンジ色だ。
格闘タイプっぽいわ。いいね、かっこいいよ相変わらず。いや絶対そのマスク外した方がいい。あ、まあでもそっか、プロレス云々格闘技って言うんだったらそのマスクもわからんでもないな。うん、大丈夫。誰であれなんであれスターダンを狙うなら砕くだけ、もう背中は見せない。うおー、張り切っとんな。さあ戦っていきましょう。スターダンビワ、あ、ボール可愛いの使ってんじゃん。実は心は乙女って感じかな。さあ相手ドクロック、大きな一物ですね。ここは私たちの場所を、これ以上荒らさせはしない。残念ながら君たちには解散をしてもらわないといけない。レベル55、しかもポケモン5匹か。普通にこれポケモンリーグレベルじゃね。さあエアスラッシュ行きましょう。今日エアスラッシュ外しやすいから心配だな。さあヒルム、いいね。ワンパンできないか。そうか、エアスラワンパンできないの結構きついかもしんないな。ネクスト、あ、出た、このヨザル。このヨザルがオコリザルの、進化なんですよ確か。めっちゃかっこいいよな。誰かマンキー送ってきてくれ。これどうなんだろう、悪タイプ入ってるっぽいけど、一旦さ桁繰りしてみていい？あ、悪タイプではないんだ。レーパン、あぶんね、コールだよ。叩いたら叩き返す、最後まで立っていたものが勝つ。悪いが最後まで立っているのは俺だ。うわ待って、嘘でしょ、今日クソ調子悪いんだけど。うちのカラミンゴ めちゃめちゃおたけび上げてる。何、フンドの拳、略してフンドシカ。危な、え、何タイプなんだろう。格闘単一ではない気がするんだけどな、気になるな。え、このヨザル使いたい。さあネクスト、ルカリオ。うわルカリオか、ルカリオ相手だったら格闘技でもよかったんだが、あーよろしくないな。一旦最後までカラミンゴには戦ってもらうとしよう。ただ素早さが勝てているかわからん。羽休めワンチャンありか。オッケー、羽休め、これで耐えるくらいまで回復してもろて、あ、オッケーオッケー、竜の波動なら大丈夫。オッケー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 、とりあえず何発か羽休めします。オッケー、これでマックスまで回復したんで、これを受けても大丈夫。こっからもう桁繰りでいきましょう。よかったルカリオで。オッケー、ワンパンしかもでかい、ありがとうございます。ネクスト、投げつけ猿、投げつけ猿、投げつけ猿、このままでいいか。投げつけ猿、あ待って、エスパータイプ入ってんのって投げつけ猿、やれユータンか。それはこいつは格闘単一だったっけ、ノーマル入ってんだっけ、あれどうだっけ。あーヒルムね、技外すくせにひるませはできるんだな。オッケー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 、格闘単一だね投げつけ猿は。さあ来ましたよブロロローム、謎のポケモン。私は負けない、だから力を貸してセリフかっこいいな。多分ね、あの格闘タイプだから、あ、エアスラ抜群だもんな。テラスタルしない方がいいかな、ムクホークテラスタルの方がいいかな。あれ、てかムクホークってテラスタイプ飛行で合ってんのかな。あ、でも先行取れて、あ、わかんねえなこれは。ひとまずカラミンゴをテラスタルさせます。これで飛行技の威力上がります。相手レベル 56? マジ高いな。あ、オッケー、先行取れてる。さあこれがどれだけ入るか。あ、半分いってる。あ、持久力、防御上がんのか。ギアチェン、これは大丈夫全然。あ、そっか、素早さ上がんのか、攻撃も上がんのか。嫌だな、ここ耐えてくれたら。おいおいおい、マジ本当にそんな素早さ上げる。エアスロー、いけ、もう言わんこっちゃない。ギアチェンしてる暇ないだろう。オーケーオーケー、
ちょっとレベルは高かったですけれども、なんとかね倒すことに成功いたしました。さあさあ、最後まで立っていたやつが、勝利ということで、最後まで立っていたのは俺だったようだな。お前ひざまずいたもんな。みんなごめんなさい。1年と数ヶ月前。ごめんなさい、やりすぎちゃったかな。気にすんなって、実践形式のトレーニング頼んだの僕らじゃん。でも謝罪の必要などござらぬ。琵琶殿の稽古のおかげで我は手だれ街道をまっしぐらゆえ、俺も琵琶さんがいなかったらポケモン進化できなかったもん。マジボスも琵琶姉のおかげでいじめっ子と戦えるって言っていたな。ほんとマジ感謝だよな、琵琶ちゃん。スター団の鏡。うふふ、そんなことないよ。たださ、練習始めてもう4時間、俺そろそろ限界だよ。あ、ごめんね。じゃあみんなは休憩、私はランニングしてくるよ。我らは交代でトレーニングだが、琵琶殿は常時誰かを指導、その状態が心配でござる。あ、身体が心配でござる。身体が心配だって。そんなつもりで言ってるわけじゃないと思うけど、みんなで一緒にジムバッジ真似して段のバッジ作ったでしょ。あれを見るだけでね、私力が湧いて頑張ろうってなるんだ。うん、なんか根はいい子っぽいよな。頑張ったけどダメだった私。あなた強かった。起きてってこともあるけど、これもらってほしい。さあ、バッジゲットいたしました。スターダストストリート、4つ目のバッジでございます。私のポリシーみたいな技もぜひ使ってほしいな。インファイト、え、でかいインファイト。スターダスト大作戦のミヨトさん、ほらちゃんとさん付けしてるもん。常識はなってるよ。戦って分かったけど、あなた嫌な人じゃないよね。あなたのポケモンたちがあなたを見る目で分かったんだ。ただ少しの間私のこと見ないでほしい。ちょっと辛くて。うう、繊細な女の子。お、田中やまねえ。終わったようだな、ミヨト。ビワちゃん、ゲート前で戦った団員だ。話をしたくて来てもらった。話っていうのは、あんた他の下っ端とはボスに対する接し方が違う。その理由を教えてくれないか。目ざといわね。いいわ、話すわ。私ビワちゃんを疎ましく思っていた。美人でスポーツ万能、トレーナーとしても優秀。入学してすぐビワちゃんはアカデミーの人気者になった。それまで一番人気だった私を、あー、嫉妬ね、妬みね。クラスメイトに呼びかけていろいろと、本当にバカだった。でも所詮子供の遊びよね。飽きたら次の刺激が欲しくなる。すぐにクラスのいじめのターゲットが私に変わった。因果応報よね。でもそんなバカな私にビアちゃんは手を差し伸べてくれた。居場所がないとしんどいよねって私をスターダンに誘ってくれたの。いじめていた本人を、すごい女性だな。いや、マジでいい女の子だわ。スターダンがいじめをしているという噂もあるが、今までの話を聞いてもそんな風に思うの？いや、それは私の今の私があるのはビュアちゃんとスターダンのおかげ。私たちの大事な宝物取らないで。深い。なんか深いね。人にとってはこういい団体ってことですよね。旗から見てこう悪いグループであったとしても。お、電話。ミヨト、ビワからボスの証ダンバッジをもらったようだな。ふむ、確かにこれでボスがいなくなった。チームカーフは解散に近づいた。ビワ、すまないな。いよいよ残るボスは一人。作戦がうまく進んでいるのは ひとえにミヨトのおかげ。ネルケもサポートとしてとても活躍して。本当かよ、あいつ何もしねえぞ。ミヨトとネルケは知り合いと言っていたが、付き合いは長いのか短い。入学して初めて会いました。いずれにせよ頼もしい。友人じゃねえわ、あんな年上の友人とか。まあなくはないけどな。まるで昔のみんなみたい。みんな、絶対こいつマジボスだろう。違うかな。結果はスター団の大勝利。いや、勝負にもならなかった。いじめっ子たちはみんな戦いを放棄したんだ。
スター団を恐れた彼らは次々と学校を辞めていき、そのせいで団員たちは周囲に悪い印象を持たれてしまった。余計な話だったな。約束の報酬だ。ミオトのスマホに LP をチャージしておこう。ありがとうございます。なんか回を重ねるごとに LP のポイントが高くなってるわ。残りのボスも頼んだぞ。追加報酬は補給班ボタンね。お前の出番ここしかねえな毎回。そして毎回出てくるコライドン、なぜボタンの顔が大好物なんかな。サンドイッチと同じ匂いすんのかな。へえ、スターダン、そんなことがあったん。いじめをなくしたかったのに今では自分たちが恐怖の対象。マジウケる。先生も生徒もバカバカ。みんながいじめられていた時、他の誰か一人でも気づいていたらスターダンは悪者じゃないよってすぐに分かったはずなのに。そんなバカバカ、そんなバカバカ言うなよ。お前がバカだぞ本当に。どうしようもないアホだと。そんなお前がアホだ。そうだよ。今回の報酬、俺こいつ嫌いかも。まあこいつにもなんか深い何かがあるのかもしんないけど、そんな EV のモフモフバッグさ背負ってさ可愛くぶってんじゃねえぞ。ということで今回もバッチゲットいたしましたんで交換といきたいと思います。なんかボックスに余ってるポケモンいなかったかな。ここら辺ね。あ、いないね。あ、墓地。あれ、この墓地送っていいやつかな。多分この墓地送っていいやつだな。 OK、 じゃあこの墓地送りますか。さあ、マジカル交換成立いたしました。早速やっていきましょうか。さあ、時間帯はいつもより早い。キッズが適当のポケモンを流して私に利益となるポケモンを送ってきてくれるのか、それともいつも通りガチ勢が夜遅くまで起きてポケモンを交換。最悪だ。あー、もうキッズだ。これはキッズ、キッズだろこれ。もう勝手に決めつけちゃいけんけど、おい、豚送ってくんだってマジで。もう残り3回しかないんですよ交換。期待できませんね。この3回で何のポケモンが手に入るっていうのよ。なんかここら辺のポケモンで最終的に戦うことになりそうですが、残り3回ね。マジで期待してません。おまけだと思ってください、この先の交換は。ということで本日はね、スターダスト大作戦4つ目の、ボスに挑戦してまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。